夢ラジオ第3389回、今日は令和3年11月18日木曜日です。時刻は午後8時半、横浜港北、木曜の夜。夜まだ浅く8時半なんですが、月がとっても高いところに出てますね。お月様、満月ではないけれどとっても綺麗なお月様です。これから西へ向かって移動していきますね。お月様が綺麗な夜はそれだけで楽しみです。さて、夢ラジオ3389回目、今回は語り派取り上げます。語り派ですね。アルビジュア十字軍というのは高校世界史で習うことでしょう。1209年から1229年まで、13世紀の前半ですね。南フランスです。で、フランスは今でもね、北と南に大まかに分かれるんですよ。北の方をラングドイユで、南の方をラングドックと言ったりしますね。言語も違うんです。ちょうど日本の東京弁と大阪弁みたいな感じですから、パリは北にありますよね。の人がラングドック、南の方の例えばマルセイユの人がそのままマルセイユの言葉で、つまり南仏の言葉でフランス語を喋った場合、ちょうど東京の人がね、大阪の人がなんか喋ってるのを聞くとすぐに関西弁だなって思うのと同じようにすぐ分かるんですよ。実はもちろん今は発達してますからね、通信が。ですからちょうど大阪に住んでても標準語っていうの、東京弁喋るっていうのがまああり得るように、今ではマルセイユとかエクソンプロヴァンスとかそういうところに住んでても、まあパリのフランス語と変わんないみたいな、そんな話す人もいるでしょうが、やっぱ方言というのはあるんですよね。で、北がラングドイユ、南がラングドックで、言語が違うってことはやっぱり文化も違うので、フランスという一つの国の中でもそういう文化圏の違いっていうのはあるんですよ。やっぱりラングドック南の方は地中海風で明るい感じ、そしてラングドイユ北の方はっていうと、なんかやっぱ天気悪い感じがしますね。その代わりちょっとおしゃれみたいな。で、この南フランスのトゥールーズとかアルビとか、あるいはカルカソンとか、南の西の方ですよね。地図で分かりますかね。フランスの南の左の方、西の方、こういうところでこのアルビジョア派あるいはカタリ派っていうのがとっても流行りました。で、1022年にもう異端というふうに言われてるわけですね。1022年に異端と、このカタリ派は。けれどもうしぶとく信仰が続き、つまり信じられ続けて、ただしそこから数えて200年ほど経った1029年には仏ぶされましたね。
アルビジョア十字軍ですよ。で、この異端審問ということでね、この13世紀べったり異端審問でアルビジョア派がもう見境なく弾圧されたので、もう13世紀の終わりにはアルビジョア派、つまりカタリ派は残ってなかったようです。もうその異端審問は苛烈を極めて、何十万とも何百万とも言われる人が犠牲になったとか、もう正確な記録は残っていません。そしてこのような弾圧があったっていうことは、当然カタリ派の教義もですね、残りにくいんですよ。だってそんな教義持ってたら、あるいはそれを人に伝えていたら、いつやられるかわからないですよね。ですからこのカタリ派の教義、つまりどんな宗教をやったんかっていうのは断片的にしか伝わってはいませんが、まあそれを今回はお話ししましょう。カタリ派です。アルビジョア派と言ってもいいんですよ。南フランスとさっきからお話ししておりますが、と北イタリーですね、要するに地中海世界ですよ。そういうところにものすごく流行りました。東から来てるようですよ。つまりブルガリアとか辺りからね。ですからこの11世紀から13世紀にかけてのカタリ派に関しては、まあ東方が起源であろう。ってことはゾロアスター教とかマニ教とか、その影響を受けていることは間違いない。で、その世界観はやはりキリスト教の世界観とは全く違ってたので、確かにこれだったら異端と認定されるだろうな。しかもですね、このではなぜこの異端の、どう見てもキリスト教のオーソドックスからは違う、そういう教えが広まったかというとね、もう11世紀ですでにもうキリスト教が堕落してたんですね。あるいはローマ教皇が、あるいは聖職者がと言ってもいいよ。もう堕落しまくってたんですよ。その十字軍すらですね、1096年にクレルモンの公会議で、そこから第1回十字軍だけど、もう十字軍の歴史は堕落の歴史でしょう。最初から最後まで堕落と殺戮、もう恥ですよ。西洋人の恥の歴史ですよ、十字軍はね。で、それを見てですね、こんなんじゃダメだと、こんなキリスト教だと、もう教会だけがね、声太って、そして神の教えを説くとか言いながら、その教会の司祭たちは、つまり神父たちはもうむちゃくちゃやってると。で、そんな中にカタリ、これは清浄、つまり清くね、清く汚れてないっていう清浄カタリな派が登場したわけですね。ですからみんなはそっち信じたんです。で、さっきはゾロアスター教またはマニ教の影響というふうに申しましたが、二元論なんですよね。良い神と悪い神、心と物質、精神と肉体、良きものと悪きもの、光と影、清らかなものと汚れたもの。要するに神様にも2つあって、良い神と悪い神という、こういうものを想定すること自体、神はお一人で、その神がこの世をお作りになったという、このキリスト教の世界観とは全く違うわけですね。しかもこのカタリ派に特徴的なのは、やっぱり物質は悪魔なんですよ。カタリ派の教義では物質は悪魔なんです。そして物質でない非物質ですよね。そこにこそ永遠、そして幸福、そして歓喜、自由、このようなものがある。
物質の世界に縛り付けられている限り、そこに自由も幸福も歓喜もないという。物質はサタンである、物質は悪魔である。これがまあ語り派。そしてこの考え方は何度も言いますが、多くは少なかれゾロアスター教あるいはマニ教あたりにも受け継がれている。もっと言えばグノシスの考え方にも受け継がれていますね。このグノーシスについてはまたお話しいたしましょう。で、この結局非物質、つまり物質になるから不幸になるんだと。本当の幸福は非物質、精神、心、こっちの方にあるんだと説く語り派にとっては、まあ寝ない、食べない、この生活が一番いいわけですね。そして世俗とは関係を断つと。まあ、ですから語り派の監督者って言ってたようですね。その監督者とそして普通の信者の間には大きな違いがあって、この語り派の監督者、まあ仏教風に言えば出家修行者、そして普通の信者が在家修行者、仏教風に言えばこの監督者は禁欲と戒律、そして修行、しかも寝ない、食べない、もちろん異性は遠ざける。だこういうことをやってる人たちって清々しいんですよね。しかもやっぱこういうことをやってる人たちって神秘的な力が身につくんですよ。逆に言えばね、ご飯食べて夜寝てってやるから神通力は身につかないんですよね。わかりやすく言うと。ですから語り派についてあんまり言われないんだけど、かなり神通力のあった集団であろうと私は見ております。こういう身体性というのを極力下げて、そして精神性というのを極力上げた場合、マックスにした場合、まあ当たり前ですけど、まあ未来を予知するとか、あるいは離れたところの出来事が分かるとか、人の心を読むとか、あるいは過去も見えるみたいな、そういう力が身につくんですよね。だからものすごく流行りました。で、そういう力を見せられたら人は信じますからね。しかもこの語り派に入る時もやっぱりさっきの監督者になるためにはもう全財産お布施して入るわけですね。ですからこの世に執着もないと。で、さっき言ったようにもう精神性をマックスまで上げて、で禁欲と戒律、そして修行。だからキリスト教の中にあんまり修行というなんて言うんでしょう、テーマないんですけど、この語り派にそれがあるっていうのはやっぱりさっきお話した東方からの影響と思われます。で、カトリックの教会の司祭がもう世俗人間より堕落して、税金も取って、そして腐敗していく一方で、この語り派っていうのは本当に清らかな生活をやってると。その言葉は尊いと、神通力まで見せてくれると、これはこっちの方がいい。そうなんですよ。圧倒的に勝ってるわけですよ、語り派の方が。で、これがまずいということで異端認定され、そして弾圧があった。まあいつものパターンですよね。そして例えばテンプル騎士団ってあったでしょう。で、テンプル騎士団においても何ていうか、入団した時には全財産
寄進して、でその団員たちはね無一文になって、で清らかな生活するとなっててもですよ、このテンプル騎士団の場合、その教団そのものはものすごく金銭的に豊かになってしまったので、で後に金融機関へと堕落していったけれど、このカタリ派についてはですね、そこら辺が見事といえば見事で、教団そのものも貧しいままだったということは、監督者となるときに全財産を伏せしても、その財産がまた貧しき者への施しですよね、貧しき者への施し、あるいは憐れみによって使われた、だから教団そのものも腐敗することがなかった、ますます人の尊敬を集めますよね。というわけでね、さっきは異端審問で、当時は家系でしたが、それに準ずる人多かったのは、やっぱもう自分の目で見てこれはもう信じざるを得ないっていう、そういう証っていうんでしょうか、印っていうんでしょうか、それがこの語り派にはあったからだろうと私は考えております。おそらく外れてはいないでしょう。つまり教え捨てますといえば捨てれたんですよね、あの時代だって。で教え捨てますって言えば命は助かったのに、最後まで頑張った、で火あぶりになった、それはもうそれに足るものを語り派で信者たちは見たからでしょうね。アルビという町が中心のような気がしますね、アルビ城派だから。けれどね、やっぱりあの辺で大きな町ってトゥールーズでしょう。だからトゥールーズが拠点だった。そしてこのトゥールーズにその13世紀ドドッと十字軍が攻めてきたわけですよ。でインノケンティウス3世っていたでしょう、教皇権絶頂期の、あの人が十字軍を呼びかけて、でフィリップ2世とか後にルイ9世とか、このようなお方々がこのアルビジュア十字軍を指揮しました。で十字軍というのは、放送の冒頭でも話したように実に堕落の歴史であって、ですからもうアルビジュア派という異端を成敗しようとかそんなんじゃなくて、もう豊かな南フランスの領土を取ろうっていう、北フランスの諸侯のそういう企てだった、そう言っていいでしょう。だからもうものすごい殺戮が行われましたね、さっきお話したように。で結局フランスという国は今でもパリが首都になっていますね。でそれはね、やっぱこのアルビジュア十字軍で南フランスがもう徹底的にやられたからなんですよ。つまり北フランス人が南フランス人をもう蹂躙したわけです。その結果なんですよね、ラングドイユ北の方、こっちが勝利しました。でカタリ派、さっき言ったように、まあほとんど教義は残っていないのですが、うっすらとですね、その歴史の資料からだいたいこんな宗教なんだろうなというのが浮かび上がってはきます。でそこから浮かび上がってくるイメージ像というのは、決して異端、それに片付けられるものではなく、実は古今東西の宗教に普遍的な、ね、古今東西の宗教に割と普遍的なこの二元論、そして精神性の拡大、そのことによる神通力というですね、もうアジアでも欧州でも中東でもどこでも見られるお話が提出されているわけですよね、語り派で。
ですから、宗教とは何か、宗教とは何か、この問いに宗教学者は答えないでしょう、全然。答えるとしても、社会学っぽく答えるよね。人をまとめる時の内的な絆みたいな、こんな感じでね。じゃなくて、そういう社会学っていう学者さんの定義どうでもいいから、その宗教とは何かを本質的に定義しようとした時、案外今お話している語り派、あるいはマニ教、あるいはグノーシス派、このような派っていうのはですね、もう世界のあっちこっちに見られる、時代も超えて見られるということ自体ですね、実は宗教のプロトタイプ、原型を表してはいないかなんて私は考えておりますね。リスナーの皆さん、どう思われますか？夢ラジオ3389回、今回は語り派お話しました。13世紀フランスのお話でした。